皆さんこんにちは。12月26日日曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう。本日私たちに与えられました聖書の言葉は、旧約聖書ヨブ記39章5節から30節です。そしてテーマは、動物の特徴が物語る秘蔵世界の多彩さです。ヨブ記39章5節から30節。誰が野呂場を解き放ったのか、誰が野生のロバの綱をほどいたのか。私が荒れた地をその家とし、不毛の地をその住処としたのだ。それは町の騒ぎを嘲笑い、追い立てる者の叫び声を聞かない。山々を自分の牧場として歩き回り、青草なら何でも探し求める。野牛が喜んであなたに仕えるだろうか、あなたの貝羽桶のそばで夜を過ごすだろうか。あなたはあぜみぞで野牛に手綱をかけることができるか。それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。その力が強いからといってあなたはそれにより頼むだろうか。あなた自身の働きをこれに任せるだろうか。あなたはそう信じているのか。それがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの内場でこれを集めるとでも。ダチョウは翼を誇らしげに羽ばたかせるが、その羽はコウノトリの羽毛のようだろうか。ダチョウは卵を地面に置き去りにし、これを砂の上で温まるに任せ、自分の足がそれを潰すかもしれないことを忘れている。野の獣が踏みつけるかもしれないことも。ダチョウは自分の子を自分のものでないかのように荒く扱い、その生みの苦しみが無駄になることも全く気にしない。神がこれに知恵を忘れさせ、これに悟りを授けなかったからだ。それが高く飛び跳ねるとき、馬とその乗り手を嘲笑う。あなたが馬に力を与えるのか、その首にたてがみをつけるのか。あなたはこれをイナゴのように飛び跳ねさせることができるのか。その威厳あるイナ鳴きは恐ろしい。馬は谷間で前かきをして力を喜び、武器に立ち向かって進んでいく。恐怖を嘲笑ってひるむことなく、剣の前から退くことはない。矢筒はその上でうなり、槍と投げ槍はきらめく。荒れ狂って地を駆け回り、角笛の根にじっとしてはいられない。角笛が鳴るごとにヒヒーンといななき、遠くから戦いを嗅ぎつける。隊長の怒号、時の声さえもあなたの考えによってか。鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのはあなたの命令によってか。わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、それは岩場に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。そこから獲物をうかがい、その目は遠くまで見渡す。ヒナは血を吸い、殺された者のところにそれはいる。ヨブは引き続きこの神様のですね、語りかけを聞くわけですけれども、まあ、神様はですね、この世の中にある動物、
その動物のですね、この生活というものにこの注目することによって、まあ、そういう動物の命や生活というものがどのようにこう生かされているのかというところにですね、こうヨブの関心をこう向けさせようとしているということです。で、私は今日この御言葉をいただくときに、実は私は動物の生態っていうものはあまり分かっていないんだなっていうふうなことにですね、改めてこう気づかされたわけなんです。まあ、もちろんですね、私たちは動物園に行けば、もう多種多様な動物を見ることができますし、まあ、別に動物園に行かなくてもですね、この、テレビなんかを通してですね、そういう動物番組なんていうものを見ればですね、こう様々な動物のその生態というものをこう見ることができるわけなんです。でも私はですね、まあ、そういうものをこう実際見ることがあっても、まあ、ああすごいね、かわいいねとかですね、もうなんかそんな程度にしかこう思うことがなかったのだなというふうにこう思わされたわけなんですけれども、改めてですね、その動物のこの日常生活であるとか生態というものをですね、こう見るとですね、非常にバラエティに富んでいるということに改めてこう気づかされたわけなんです。で、私たちはですね、まあ、聖書によれば、やっぱりそういう多種多様な動物の種類と、またその特徴であるとか、その生態というものを、やっぱり神様が作られたという、まあ、そのような聖書の言葉に、まあ、私たちも信頼を寄せてですね、まあ、そういうのを信仰としていただいているわけなんですよね。で、こういうこの多種多様な動物の生活というものが、こう偶然に与えられたものなんだろうかと、まあ、偶然にこの何もないところからですね、こういわゆる進化論のように生じたものなんだろうかっていうことを考えるとですね、やっぱり改めてそれは違うのかなというふうに思うわけなんです。実際にこう動物のさまざまな生態を見るときに、やはり今日の聖書の言葉にもあるようにですね、それら動物、この一つ一つの特徴を持ってこの自然界の中でこう生きているわけですけれども、じゃあ生き方が違うからといって、ある動物は生き残り、ある動物は死に絶えるっていうようなことが果たしてあるのかというと、そうではないんですね。やっぱりそこにですね、非常にこの微妙なバランスを持って、サイクルを持って、その命が生かされるためのシステムを持っていると、このいうことが言えるわけです。まあ、実際ですね、今日ノロバと野牛、ダチョウと馬、タカとワシ、なおこのセットもですね、私からしたらなんとなく不思議な取り合わせだなというふうにこう思わされたわけなんですけれども、でもですね、このノロバと野牛にですね、共通するのは、非常にこう自由に動き回ることのできる、そういうこの自由さというものをこの神様はヨブに語りかけてくださっているわけなんですね。じゃあ自由にですね、この野原を駆け巡ったからって言って、このノロバであるとか野牛の命が損なわれるかというと、そんなことは全くないわけです。またですね、このダチョウと馬、これもよくわからないんですが、このダチョウっていうのはですね、実は卵を地面に置き去りにするってこう書いてあるのをですね、14節にそう書いてあるわけですけど、私はそういうダチョウの卵の産み方を知らなかったんですね。で、確かにですね、こう卵を親鳥がこう守らなければ、その卵は、まあ、十分いろんなこの動物の餌食になるって言ってもおかしくないのに、でもそのようなものが本当にこの綱の上で温まるに任せて、自分の足がそれを潰すかもしれないことを忘れていると言ってもですね、ダチョウはですね、このヒナが生まれ出て、
何のその被害を受けることもなく新しい命が生み出されていくっていうのは、やはりそれはとても素晴らしいことだと思うんです。で、まあその後にもですね、この馬のこと、そしてその後には鳥である、鷹とワシ、まあ、こうやってこう話が続いていくわけなんですよね。で、こういう生き物一つ一つがですね、非常にそのバラエティに富んだ形でこの世に生み出されていく、その命が保たれていく、そこには非常に深いバランスとサイクルというものがですね、この自然界の中でうまく溶け込みながらですね、これらのものが生かされている。私たち考えてみたいと思うんです。それが本当に偶然に起こることなのだろうかということです。やっぱりそこにはですね、非常にこの精巧な設計を持ってこの世界を作られたその設計者がおられるんだっていうことを、やっぱり私たちはですね、こう思い起こすことができるわけです。で、この設計者っていうのはどなたかというと、今ヨブにそのことを語りかけておられる私たちの神様であるっていうことなんですね。で、その神様がそういうさまざまな動物を引き合いに出して、その素晴らしい絶妙なですね、自然界のそのサイクルとバランスをヨブにこの言葉を通して与えてるっていうのは、つまり神様はヨブに何を語りかけたいのかっていう、そのことを通してやっぱり語りかけたいメッセージがあるっていうことなんです。私たちはそのメッセージが何であるか、質問の後で考えてみたいと思います。神はヨブに対して、その動物界のですね、非常にこの絶妙なこの生態バランスというものをこう語ることによって、ではあなた人間はどうなのかっていうことなの。それをですね、神はヨブに語りかけています。神様は人間を最高傑作品としてお作りになられた。だから動物ですらですね、そのようなバランスを持って命が壊されることなくこう生かされているということですから、人間であるヨブをどうして神様は無視したり足ざまにしたり見捨てたりすることができようかっていうのが神様のメッセージです。ヨブよ、あなたは本当に大切な存在なのだということを神様はヨブに伝えようとしているんです。ヨブは今苦しみの中をずっと歩み続けてきましたから、ある意味いろんな疑いの念であるとかですね、もう本当に自己矛盾であるとか、もうさまざまなこの葛藤であるとか、そういうのに苦しんできた。でもヨブがどんなに疑おうとも疑問を持とうとも、神様がヨブという人間を本当に愛情を持って大切に扱ってくださることは絶対なのである。そのことを私たちは今日の御言葉から聞いてまいりたいと思います。私たちを愛してくださる神様に祈りを捧げいたしましょう。お祈りいたします。神様、あなたは愛情を持って、格別の愛情を持って私たち一人一人を養い育ててくださいます。私たち一人一人がそのあなたの思いに御言葉を通し、また祈りを通して、賛美によってより一層確かなものとすることができますよう、あなたが助けてください。すべてを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。